皆さんよろしくお願いします。哲学徒です。今回から右下にちょっと自分の動画も上げながらお話ししていくようなスタイルでやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。こんな人がやってますっていう感じなんですけど、今、ちょうど情報処理技術者試験の2週間前ということで、私はデータベーススペシャリストを今回受験するんですけども、その試験対策もやっと真っただ中という感じで、結構ギリギリなんですけど頑張ってるところです。で、今回の動画では、すでに情報処理技術者試験の対策動画については、上げさせていただいているので、個別のテスト対策についてはそちらの方で詳しくやってるんですけども、特に2週間前からやっていく、勉強していくことについてお話ししていきたいなと思います。いよいよ、来月1日、5月の1日から令和になるわけですけども、今回、平成最後の情報処理技術者試験ということで、ぜひ平成の、うちに開かれる情報処理技術者試験で、記念にというのは変ですけど、一人でも多くの方が合格するように、ちょっとお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに、朝マック食べながらこの時期は、やってるんですけど、そうですね。朝から勉強するってのは結構大事で、そうですね。2週間前の場合はまだ少し余裕があるので、できればその、土日のうちの1日の間に、通しで1回分の過去問を解いてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。試験時間もちゃんとその、試験の開始時刻に合わせてやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。私の経験上なんですけども、2週間前からしっかりとした準備をすれば、かなりその合格率っていうのが上がると思いますので、例えば今その、自分の点差が40点とか50点とかしか取れないような状態でも、十分6割超えていくっていうのが2週間前だったら可能ですので、しっかり勉強することで合格圏に行けるかなと思います。で、特に私がすでに合格しているものでないと、ためになることっていうのはお話できないかなと思うんですけど、特に基本情報、応用情報、情報セキュリティマネジメント、あとプロジェクトマネージャー試験、あと情報処理安全確保支援者試験に、過去に春試験では合格してますので、その経験をもとにちょっとお話ししていければなと思ってます。まずですね、午前試験なんですけども、午前試験の対策っていうのは、なるべく早めに始めて、勉強の初期段階でやってた方がいいんですけど、実はですね、結構その、過去の動画でもちょっとお話ししてるんですけども、過去問からの再出題っていう問題が結構なパーセンテージを占めてますので、基本情報、応用情報だったら、午前試験、高度情報試験だったら、午前1、午前2、午前1が免除だったら午前2だけを反復して勉強すると。でですね、特徴があって、過去4回ぐらいの試験からいきなり再出題っていうことはあまりないので、なるべく、そうですね、4回目より前。ただですね、情報セキュリティマネジメント試験なんかは、あんまりその過去の試験がないので、直前の試験からの再出題ってこともあるので、一概には言えないんですけど、とにかく過去問をしっかりやると。で、過去問は特にそのウェブでできるものとして、情報セキュリティ、例えば基本情報技術者試験だったら、基本情報技術者試験 .com っていうサイトの過去問道場っていうを使うとかなり効率的に勉強ができますので、それを使って反復していくと。ただですね、私はあんまりその試験2週間前の場合は、むしろその午後試験の対策をもう少ししっかりやった方がいいかなと思っていて、午前試験の対策っていうのは最後の1週間でも最後の1週間にやった方がなんか記憶に残りやすいような気がしているので、試験2週間前の場合は午後試験をもうちょっと多めに解いていく。で、スペシャリスト試験系の試験、例えばですね、情報処理安全確保支援者だったり、私が今回受けるデータベーススペシャリストだったりっていうような試験では、回答例に近い回答に至るためのプロセスを実際に書きながら練習していくと。これはどういうことかっていうと、本試験ではまあ回答例と全く一致する回答が書けないと点数がもらえないってわけではないんですけど、なんか微妙にポイントがずれてたりとかするような回答だとなかなかその点数に結びつかないので、まあとにかく自分で手で回答を書いてみて、どこがその回答例と違うのかっていう回答プロセスの部分を見直したっていう意味で、まあ、実際に書きながら練習するっていうのが意味があるんじゃないかなと思ってます。で、論文試験区分については、まあ、今回の場合だと、まあ、プロジェクトマネージャー試験、あとは私自身は受けてないですけども、まあ、システム関数なんかもこういう試験区分に該当すると思うんですけども、こういう論文を書かなきゃいけない試験では、まあ、論文講師、まずですね、その A41 枚の問題が出たときに、そこから何を論文に組み込まなきゃいけないのかっていうところを抜き出す論文講師の作成と、あと論述の対象とする情報システムの概要、これなんかアンケート用紙 A41 枚ぐらいなんですけど、これは必ず毎回書かされますので、これはまああらかじめ用意しておくのがいいかなと思います。自分がどういうシステムに関わってて、どういうものを論述するのかっていうのはある程度決めておくと。で、問題文に合わせてその内容を少し変化させて書くというような感じですかね。で、同様に問い案っていうのは、論文試験の問い案の部分に関しては、まあ毎回使い回せるような自分が携わったシステムはこういうシステムであったみたいな部分は用意しとけるので、まあ、先に前もって、まあ、800字程度用意しとくっていうのがいいかなと。で、まあ、それをやっぱり出題内容に合わせて変えると。この辺はまあ事前に用意しとけるので、論文試験を受ける方は先にこれをやっておくといいかなと思います。で、まあ私の経験上、試験2週間前からの勉強の質が、まあ、合否を決めると考えています。仕事とバランスを取りながら、とにかく多くの過去問に取り組むことが合格につながります。あとですね、まあ、体調管理っていうのはやっぱり非常に大事で、まあ、朝から勉強するっていうのもそうですけど、本試験に近いトレーニングをして、効果を高めるっていう意味でも、この2週間前の時期っていうのは非常にいいと思いますので、まあ、参考にしていただけたらなと思います。でですね、個別試験についての動画も上げてますので、ぜひコメント、チャンネル登録の方もお願いします。で、まあ、ここで動画を終えようかなと思ってたんですけど、ちょうどですね、やっぱり、個別の試験についても少しお話ししといた方がいいかなと思いますので、まあ、ちょっと2週間前ということでお話ししていけるかなと思います。まずですね、基本情報なんですけども、基本情報に関しては、まあ、もう、プログラミングと、あと、アルゴリズムの部分の勉強がどれぐらいできてるかなんですけども、午後試験の問題集、午後試験に特化した問題集を、まあ、試験2週間前はやっておくと。で、試験1週間前になったら、午前問題を集中してやるっていうようなスタイルがいいかなと思います。で、まあ、そうですね、少しでもね、まあちょっと点数が上がるように、まあそのプログラミングの問題解いておくっていうのもいいんですけど、やっぱりそれ以外の問題でどれだけ点を落とさないかっていう部分も大事になるので、まあそれ以外の問題も一通り解いておく。で、少しテーマが変わっても、まあ対応できるように、一通りのその試験内容を押さえておくっていうのもいいかなと思います。応用情報も同じく、その国語試験をとにかく今は重点的にやっておくのがいいかなと思います。で、最後の1週間で、午前を完璧にすると。で、情報セキュリティマネジメント試験に関しては、そうですね、年々その、午後の問題がちょっと長文化、難しくなってきますので、まあ、私が、個別で上げてる情報セキュリティマネジメント試験の動画でもちょっと詳しく紹介してるんですけども、やっぱり午後の過去問をちょっとダウンロードして解いておくっていうのが大事かなと。で、その時間内に解き上げられるようになるべくその余裕を持って勉強しておくと。そして、プロジェクトマネージャー試験なんですけども、こちらはまあ、論文試験ということで、まあそうですね、前回の秋試験の時にシステムアーキテクトや IT サービスマネージャーを受けられてた方は、まあ、比較的対策しやすいかなとは思うんですけども、も、まあ、とにかくやっぱり論文骨子と、まあ、あと事前に用意しておけるそのアンケートの部分と、あとシステム問いあで答えるシステムの概要の部分は、まあ、先に用意しておくのがいいかなと思います。論文試験区分の場合はやっぱり試験直前になるとなかなかその結構論文書くのって力がいるので、私自身もその本番までなかなか論文書けないような状態っていうのが最初の頃あったんですけども、まあやっぱりその本番のその雰囲気の中で書けるっていうのもあるので、とにかく論文講師をたくさん書く。過去問の、問題をちゃんと見て論文講師をたくさん書いていくっていうのも勉強になりますので、まあ、そういうトレーニングをしておくのがいいかなと思います。あと情報処理安全確保支援士に関しては、まあ、551、552の問題を、まあ、なるべく多くこの2週間前のうちに解いておくっていうのがいいかなと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。まあ、何か質問などありましたら、まあ、まだ2週間前ですので、まあ、お答えできる部分もあるかなと思いますので、まあ、ぜひコメントで残していただけたら幸いです。どうもありがとうございました。